トビアスバイスはドイツのサッカー選手。バーデンビュルテンベルク州シュベビッシュハル出身。ポジションはミッドフィールダー。1990年に SC バイバースフェルトに入団し、3年後の1993年夏に SF シュベビッシュホールに入団した。1996年7月、VFB シュトゥットガルトにスカウトされ、下部組織に入団した。 8年の後にリザーブチームに昇格して3シーズンを過ごしたが、トップチームでの出場経験はなく、2007年7月に TSG1899 ホッフェンハイムに移籍した。2007から08シーズンに一部昇格を決め、2008から09シーズンは31試合に出場した。2009から10シーズン以降は度重なる怪我に、 悩まされ、リーグ戦での出場は20試合に到達しなかった。2013年4月、マルクス・ギズドル監督が就任すると確執が表面化、し始めめ、チームビーゼと共に、カップ戦ですら出番が与えられない、干される状態が2013年末まで続いた。2014年1月7日、アイントラハとフランクフルトに、レンタル移籍した。同年9月1日、 に、ブンデスリーガの VFL ボーフムにレンタルで加入した。2008年のイングランド戦で、ドイツ代表に初招集された。初出場は2009年6月2日の UAE との親善試合で、トーマス・ヒッツルスペルガーに代わって、途中出場した。ありがとうございます。